通できんもんだって30分とかさ、あのそういったやつでさフルテロップ入れられた時はさもうこれ真似できんと思う。あ、うん、真似したくないやね正確に言うと。まあまあそうですね本当にそれを真似ちゃうと思ったら本当に意味ですごいよ、うん、人数いますねやっぱり。本当にもう疲弊していくっていうかさみんなも、まあ確かに、まあ、しんどいですね本当に。しんどいよねめっちゃしんどいですよね、あれは多分全部やるっていうのは。さっきもさ、お外で小倉さんやってる時にさ、はいはいはい、一人だけ、はい、あの小屋の中で、冷房の効かない小屋の中で一人だけ練習してたんで。そんなレベルで僕らやってますね、本当に。車の中とかもやったりする？いや、まあ、カメラマンやってるのが僕の兄なんですけど、うん、最終チェックの担当なんですよ。あ、そうなんやね。だから基本的に字幕とかはほぼやってないです今。だからいろいろやっぱり効果音担当、うん、最終チェック担当、その最終チェック終わったやつをチェックするのが僕なんですよね。で、結構だからLINE校みたいな感じなんですよ。あー、はい、そんな感じですね。まず、あの得意の向上ね。そうっす、うん、はいそういうことね、はい、動画1本撮りましたってなって1時間のファイルをカットマンに渡すんですよね。まずカットする人間がいて、うん、で、このカットするやつがカットしていってそれがまあ30分になりました。だったら30分のやつを7個ぐらいに分けるんですよ、うん、まあだから30分のやつを7個に分かるの？4分何本くらいに分けるんですよね、はいはい、それを1人1人配るんですよ。バーってすごい、マジ工場やもんそれ。そうなんですよ。で、配って全員がバーってやるんですね。で、それを集めるんですよ。集めたやつが1回ちょっとチェックするんですよ。でチェックして次効果音つけるんですね。いやちょっと俺そんな編集も聞いたことないわ。すごいシステムなんですよ。えんぞそれ。いや、ウームでもえんぞそれは。僕だから本当に聞いたことない。逆にそれぐらいしないと僕のチャンネル回らないんですよ。何その工場。本当に工場なの？工場ですよ。それを本当に要は10人ぐらいでやってるんですよね。わあ、それやったらさ、確かにあの30分の動画フルテロップ一人でやるにはさ飽きてくるもんね。うん、絶対無理。絶対多分集中が続かないですね。心の病になるよね、絶対、はい、そのシステムを作り上げて今も毎日更新がうまくいってるっていう感じですね。マジか、それいい勉強になったな。だから極端な話、今これ撮るじゃないですか、うん、明日この動画完成しますよ。え、マジで？僕の編集部隊は今撮って渡したら行けます、バッて。マジ？その編集部隊が揃えてるんで。なあ、うちの弟が明日頑張ってくれるはずなんで、はい、負けんなよ、お前もすごいな、それ工場。工場光るやね、本当に、はい、でも安定感はすごいですよ。だから1人2人休んでも関係ないんですよ、別に。いや、ちょっと分量増えるだけ。あ、そうそうそう、言っても知れます。めちゃめちゃいい話やもん、これ。だからそんなに重労働じゃないですよ、1人1人、うん、負担は少ないですよ、めちゃくちゃ。いや、それ大切だね、はい、やっぱその1人に何十時間で絶対ダメじゃないですか、うん、もうブラックとダメ絶対だね、はい、タップしちゃうんで、うん、もう1人に数時間っていうのでやるっていう、徹底します、そこは。いや、めちゃめちゃいいわ、それ。だから編集者正直、まあ、増やしてもいいかなと、うん、どんどん増やせば増やすとみんな楽になっていくんで。うちも増やさんだからな。いや、でもうち親族だけやで。確かに難しいですよね。いいな、そのシステム。本当にだから僕らは特殊だと思う。同じような人聞いたことないですもん。でも聞いたことない。ラッパーさんがちょっと似とうかな。ラッパーさんが似てますけど、聞いて若干マネしたとこあると思います、はい、あなたも効率好きなんで。大事ですけどね、効率やっぱり大事ですね。やっぱ YouTube の奴隷になっちゃったら、うん、本当にそれこそ何のためにやってるんだってなっちゃうんじゃないですか、うん、そうですね、はい、ちょっと遊びを入れないとね。そうなんです。ちょっとはプライベートの時間が取れたりとかしないと YouTube のために生きてるってなったら本当になんか本末転倒になっちゃう。